アフ、TV、ですオーロラですす出出たねすすっごいのが出たね翔太とケンジのエクスプローラスロッキーズ見に行きました見に家の前から見たあ<ー>それぐらいで翔太は僕ねあの近所のミネワン館のところまで見に行って、うん、見に行って終わった後にケンジさんにオーロラ出てるぜって連絡したんですそれで間に合ったからね、うん、とりあえずそのオーロラを見てもらいましょう、うん、そうですねっく綺麗に撮ったからねせーのよいゴ うわ、これ、すごいわ<タッ>。うわ、すごい。うわ、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 これ,何これ,何これ すごかったねすごいでしょあれはカーテンですよカーテンはなかなかパンフでは見れないでよパンフはね5年45年前に一回見たかなぐらいでうっすらはよく出るんだけどねあとね俺びっくりしたのの今回さっき見せたオーロラの写真全部 iPhone で撮ったんでそうなんです進化したよね動画も撮れるっていうのがねちょっと驚きでしたねびっっくりだで撮れるていうね そうだ、ね、iPhone であそこまで撮れるっていうのはねねびっくりだ、ね、あとは撮れなかったんですけど、うん、カーテンうわーってうねってる時オーディエンスがねまたあ見てる人が大騒ぎこっちの人たち人「うわー,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 ーって言ってめっちゃ騒いでるんですよ俺一言カナダ人に言いたいんだけど、うん、俺がパンフ着た時は本当にオーロラなんか誰も気にしてなくて、うん、あのイエローナイフにオーロラ行くなんていうと高いからお金を払っていくわけですよ飛行機高いんで。うんうん 本当にあんなもののためにお前あそこにイエローナイフに行くのかって言われたことあるからね <laughs> それぐらい関心なかったくせしてなんか最近多分インスタの影響だと思うんだよね急にオーロラがなんか紅葉もそうだよ紅葉なんか誰も気にしなかったのはそうやったねこの子に住むカナダ時代日本人に追いついてきたねやっとね日本人のテクノロジーに、うん、テクノロジーなのかな知らんけど <laughs> テクノロジーじゃないと思うけど。<laughs> やっぱみんなが騒いでそれがみんなの目に入るようになったじゃないですか時代的にねそれでカナダ人も「おこれってこんなすごいことやったんよみたいなっていうのがそうだねわびさびがやっとわったかってきましたね皆さんもところでなんですけどこれオーロラってそもそもああオーロラじゃあ解説しましょうああできるできるできる一応もう一回聞いていいですか 見れましたっけオーロラって日本だとね、うん、もしかしたらもしかするとロシアが北方領土を返還したら見れるかもね <laughs> もしかしたらダメだ、うん、ほぼだめだと思うね今のところだからあんまり僕カナダ来る前は関心なかったのか、うん、そうあのオーロラってすごい人気あるんだけどもまずオーロラなぜ出るかっていうと、うん、これね電子と電子がぶつかると光が出るねネオンンサインわかるオープンとかあるでしょバーのバドアイザーとか、ね あれと全く同じ隙間で出るんで<ー>いろんな色が出るその電子とであので原子かな,電子かなちょっとあの忘れちゃったけどんかそれ,それぶつかると、はい、電子と地球上の原子だはい、はい、太陽から来る電子と地球上の原子がぶつかるとはい、はい、光が出るんでいろんな色になるねその原子の種類によってはい、はい、であの太陽からね、はい、太陽風っていう電子の風が地球に向かって吹いてるんですね 多分あれですよね、太陽爆発でバーンってなったのが飛んでくるやつですよねそうそう、ね、黒点って聞いたことな、ね、はい,はいはい、ありた。すごい温度が高いところあれがね、うん、あの太陽で爆発が起きるといっぱい飛んでくるらしくてうん、うん、まずその電磁波が地球に飛んできます、うんはい、で地球に降り注ぐんだけども地球って磁場に守られてるから基本的に電子の火風は地球上に入ってこれないこ、うんうん、れないんだけども、うん 北極極をを囲囲むむよよううに、南極を囲むように、南これねどういう理屈か分かんないんだけどとにかく電子がが入っててくるる。隙間が楕円形に空いてる<ー>これをオーロラベルトとかオーロラオーバルオーバルっていうのは楕円って意味だよね、はい、オーロラオーバルって呼んでるんだけど、はい、この隙間からあの電子が入ってきて、はい、そして地球上の原子と電子がぶつかると光が出る。 だから北極南極を囲むようにあるんで赤道とかあ,のあっちのほうには出ない。あだからがないや、うん、で楕円形してるんで,でそれがすごい勢いでこう形が変わってくのねはい、はい、形が変わってくんだけど前にこのバンフのぐらいまでその、えー、隙間がですね降りてくることがあるそのオーロラオーバルっていうのがバンフの真上に来てたのが昨日の夜っていうことだね。うん 出てパッてオーロラって出た瞬間分かったもうそれぐらいいやめちゃくちゃ俺ガンガン飲んでたからさ YouTube 見てた見てたシンプルに言うわいつ出るからね昨日出たわけじゃん今日は出ないでしょ予報ではんで昨日出たかってオーロラが出る条件っていうのをまあシンプルに うん、じゃあお教えしましょうまずオーロラですけども雲より上に出ます、はい、晴れてないとダメですだからどんなにバチバチ光が出てもだ雲の上でねうっすら光ってんの分かることなんで薄曇りの上であ光ってんなっての強いオーロラが出ると分かるぐらいだから雲がないまず晴れるこれが第一条件、はい、そして第二条件そうさっき黒点がうんんって言ったでしょ、はい、太陽からその電子の風がいっぱい吹いてること。うん 吹いてない時もあるから。<ー>うん、宇宙天気予報みたいなのがあって、それで出るんだよね。で、太,太陽風がいっぱい地球に降り注ぐ。でもう一つの条件がオーロラオーバルの下にいる。この三つ。あ、なるほど。シンプル、ね。そう、天気がいい、雲がない。電子の数が吹いてる。オーロラオーバルが、ここまで。 えー、自,分の上自分の上にあるこの3つこの三つでオーロラが出るでこれですよ、うん、あだからやっぱカナダでいうと北の方行くと比較的見れるのは大体オーバルの下に入ってるからそうで大体イエローナイフとか有名じゃん、はい、あそこオーロラオーバルの下にあるねうね、ん、結構な率でで内陸にあるからあの晴天率が高い あ,なるほどあとは、はい、実はね、うん、オーロラオーバーの下だったらどこでもいいの晴れてる、うん、うん、ぶっちゃけ <laughs> イエローナイフっていうのがただただ有名なだけであって、うん、その、まあ、言ったら井戸,井戸っていうくくりができへんけど、まあ、その周辺の井戸ならまあ井戸,だ井戸でいいんじゃない、うん、とかにおればイエローナイフじゃなくて,じゃなくてもそうどこでもいい <laughs> イイエローナフディスってるわけじゃなないよんでかかるなんでイエローナイフかってあそこしか行けるとこないんだよだってホテルとかないじゃんあの井戸にないないでしょ偶然あそこいいとこにあんのよ街でホテルもあるし飛行機も毎日飛んでるしそう他にないんだよそういう街があんまりないからホテルがありそうな街ちっちゃい村とかいっぱいあるよ じゃあ車中泊であのただ寒いよ寒い、ね <laughs> うん、なんでイエローナイフが有名かっていうと一とホテルがあるってことなんですねそうだね交通手段があるってことでねあとね、はい、俺の友達がね、うん、そんな話をしたのよ、はい、どこでも見れるんだよ、うん、イエローナイフが行かなくてもその国に行けばその井戸のところに行けば、うん 大体どこでも見れるんだよって言ったのこの友達行ったの、はい、でああ賢治見れなかったっ、うん、何でだと思うっってたた、うん、真夏にいたそう6月に行ったの <laughs> 6月に行ったらね太陽沈まなかったさすがにね太陽沈まないと <laughs>、うん、オーロラ見えないオーロラと太陽の光でやっぱ太陽が強いからねさすが太陽 すげえ寝た。う <laughs> ん、そういう人がいたねああ。真夏に行っちゃったのね。うん、11月11時まで上がるいのね、うん。なんか昔オーロラツアー扱ってたのね。で気温が高いんですけども、オーラ見れますかね？って質問が結構来るんだよ。へ<ー>だから実は関係なくてそう。あの太陽が沈めばいいんで、うん、8月の後半からも見れる。うん、だからそうするとね。湖がまだ凍ってないでしょ。うん、逆さオーロラみたいなの。見れるの、ね？あ ああめっちゃいいですね。これ調べると結構出てくるよ。写真じゃあ俺8月25。もう行ってみないといいのうん。夏至の2ヶ月前後は避けた方がいいってことだね。うんうん、多分じゃあ、それではバンフでオーロラが見えた話でした。<laughs>